サイクルガジェット。え、これなんていうバイクなんですか？一応サンティルロのブランドがサンティルロっていう。イタリアですね。イタリアのマークが。イタリア人が作ったんで、一応イタリアのバイクっていう風にしてるんでらしいですけど、鎌倉初なんで、どこの鎌倉なんですね。そうですね。どこのブランドかって言われると分かんないです。ロゴマークにある通り、モチーフはチーターの、チーターの顔。これが背骨らしいです。なんか開いてますね。ラピエル的な感じで。ああ、そういえばあれも開いてる。完成車で買ったんですか？これはあれですね、フレームだけでバラカンで買って、自分で組み上げたってやつですね。前の自転車からいろいろパーツ持ってきて。あ、はい。ステムはデダですね。普通にデダチャイの一番よくある01ですね。で、コンポがある手ですよね。コンポは、はい、ある手です。で、ディスクブレーキにするにあたり、油圧にしなきゃいけないけど、そのパーツ買うのは大変だなぁっていうお値段的に。なので。これブレーキは機械式ですよね。機械式油圧。え？機械式油圧です。オイルタンクがブレーキ側にあるっていう、ハイブリッドなタイプだそうです。そんな商品があるんですか？あるんですよ。オイルタンクは中にあって、あ、ここにはもう、これがオイルタンクですね。はい、けど、ワイヤーがあります、ね。ワイヤーはあるんです。ワイヤー引きのオイルですね。だからバネの力じゃなくて、オイルの力で挟み込んでるのはそこらしい。電動にしない油圧って、レバーごついじゃないですか。あれがちょっと嫌で、太くなっちゃうんですね、あれが。このモコーっていう。あれがあんまり、ちょっとなんかこう、美しくないなって思っちゃって。っていうのも一つの理由です。サイクルガジェット。これってフレームでいくらぐらいしたんですか？これですか？高そう。42万円税抜き。あ、もっと高いと思ってた。完成車が80万から90万、100万ぐらいのパーツセットで。これの、なんかめちゃくちゃ硬そうに見えます。硬いには硬いんですけど、別に疲れるほどの硬さじゃないんですよね。これレーシーじゃないです、全然。ちょっとしなるんですか？あんまりしなんないです。そこまでしならないですけど、柔らかった。カッターっていう感じじゃないです。カチカチではないです。結構快適に濡れてますね、私。これ専用のシートポストっぽいですね。シートポストはそうですね、専用ですね。完成車全体でどのくらいなんですか、重量。重量ですか？あ、これね、確か一回測ったら 7.9 だったか8だったか。ここって、本来はボトルケージのあれですか？え、でも違うのか。こっちがないんですよね。ああ、なるほど。あれでもツール缶とかってどこに？ツール缶はですね、なので私サドルバッグを入ってます。ああ、なるほど。つけてるんです、ね。はい、つけてるんですね。タイヤに。ここにじゃあ何をつけるんでしょうね。ここにね、ツールボックスを開発中って言ってました。まだ出来上がってないんですね。日本に20台でしたっけ？まだフレームナンバー20枚でしかないそうです。いろいろこう、細かいところで癖があるフレームだったので。取り付けが難しかったのですか？難しかったですね。ワイヤーがフル内装になったのとか、ディレイラーの形状が古い6800時代のアルテグラのリアディレイラーがつかなかったんですよ。だから新しくしてるんですね。そう。じゃあシフターが古いですよね。シフターは古いですね。6800です。800で。はい、で、これが8000ですね。はい、8000です。サイクルガジェット。ここら辺までしか入らないんですよ。シートポストが。そっか、突っかえちゃうんですね。そう、突っかえちゃうので。で、なので私、こう、1センチだけ切りました。シートポストを。でかい人にも対応できるように。2と5ですね。はい。で、シートポスト自体は、やっぱり共通なんで、サイズ。ああ、そっか。各サイズ共通なんで、とりあえず長く作っとけ、みたいな。思ってたのと違うな、みたいな、ありますか？ね、やっぱ1点だけね、乗ってるとね、ここ、時たま当たるんですよね。あ、足が。ここら辺が。あ、ちょっとね、擦れる。ダンシングした時だけですけどね。あ、そっか。そうそうそう。平地は関係ないですね。平地は全然当たんないですけど、そんぐらいですね。これ、リムはないですね。ないです。ディスクオンリー。ディスクオンリーです。リムブレーキ仕様を作るとなると、お金が金型代がかかるんですね。また、ね、こういうところとか。そう。形状が全部形状変えないので、いやー、元取れねえよって言ってました。輪行されるときは大体来ますか？電車は？輪行したことがないですよ、私。輪行バッグも持ってないですよ。それはやっぱ大事なフレームだから、傷つけたくないなとか。いや、でも前でもやらなかったので、感覚がまだないんですよね。なぜか。これは本当に私も、なんでしてないんだろうっていう。サイクルガジェット。今後のカスタマイズのご予定は？
変えたいなと思うのがブレーキパッド、あのシマノの純正に変えたいなって、あの高速40キロ50キロぐらいで下り坂をブレーキした時にすんげえ鳴るんですよ。黄色、ブルー、オレンジ、レッド、レッドホワイト、ブルーオレンジ、黒とグレー、レンガ色っていう感じでね、なんかめっちゃカラーラインナップ多いね。20体ってことは15人全員色違いです。色違いです。ほぼ色違いです。すごいこれは何ですか。ベルです。ベルです。邪魔、全然ならないんですよ。全然ならないんですよ。これ全然当たんないんですよ。でも取り付けはこのブラケットカバーに、ブラケットカバーに はめ込んでるだけなんですよ。これはめ込んでネジでネジでやって、はい、落ちないですか。でも全然落ちないですよ。あ、そこに締めてるから大丈夫なんだ。ですね。サイクルガジェット、これ外します。ここでまあ注意点ですね。ディスクブレーキあるあるなんですけど、スペーサーをこれをかまさないと、それでブレーキを握っちゃうと、そうってやつですね。くっついちゃうってやつですね。横に寝かす感じですね。オルスビーと同じだな、うん、でこんな感じでローターは大丈夫。大丈夫ですね。全然ないですね。あ、まあ、これじゃグラグラすることないもんね、あんまり。サイクルガジェット、あの緑かっこいい。あれかっこいいね。なんか緑のバイク初めてかっこいいと思った。白と緑がすごいかっこいい。あ、こっちの全部カーボンファイバーのスポーク、あと ラジアルタイプ。スポークの色がそう違うね。すごいおしゃれ。こっちのクロスタイプ、はいはい、でディスクのトーク違う、はいはい、そしたらこっちのスティールのカーボン、スティールカーボン、スティールカーボン、組み方が違う、うん、力がかかる方はこれクロス。そしたらトーク、ブレーキでしょ。だから、ね、今度のバランス全部まっすぐ、まあ、そう、軽いね。どうぞ。いやー、ほんとだ、軽い。ほんとだ、軽い。イメージの大きい、重いみたい。そう、でも全然、うん、そう、自分のオリジナルバティックカラー。バティックもあるんですか。そう、本当だ。なんかグラデーションっぽく、ちょっと。そう、まあ、こっちの、こっち、フィジック。フィジック、それは。そう、フィジックいっぱいあるけど、これない。で、あっちの黒の、このメーカーさん、もともとバドミントン。あ、バドミントン、ね、すごい気持ちの。あ、なんかすごいし。あ、すごい、もっちり、もっちりしてる。なんか素材面白い。オリジナル。だから、こっちのぴったりの、カラー一緒、あー、パーフェクトマッチングの、うん、だから黒フレームとかグレーとか、うん、白、例えば、うんうん、シルバーとかね、うん、このコンビネーションすごくスポーティー、車のあるの車の天井、あ、オープンカー、そうそう、はい、それはダークレッド時々あるグループのインテリアとかね、うん、そしたらすごくシルバーっぽいとか白、スポーツ&エレガントミックスみたいな。そう、だからやりたいこのアイディア、全部クールとかサードとかのバッテープとかほとんどね。だからどんなコンビネーションからできる、テラコッタっていうんですけど、あのイタリアっていうね、結構レンガ色って必ず街によっていろんなレンガ色が指定されて決まってるんですよ、屋根の色が。へー、みんなレンガ色なんですけど、あの、まあ、イタリアンから、ね、赤とか黄色とかとか、そう、ブルーって言いますけど、ちょっと彼はあのうちのメインカラーをそのテラコッタ。へー、だからこのオイルカラーのこのカラーリングの虹のあと これ全然やってない。こっちずっとたくさんあるけど、これはもうじゃあこれは虹だけ、あ、もうおしまいなんですね。だからスペシャルカラーリング、スペシャルカラー